どうも皆様、おはこんばんみつキックバスターです。星のカービィスターアライズ、久しぶりにやっていきましょう。さあ今回はですね、夏休み特別企画ということで、ちょっとね縛りプレイみたいなものをやろうかなと思います。まあ僕がね、何をやりたいかっていうと、カービィのみですっぴん、しかもすっぴん縛りでボスを倒していこうかなと思います。というわけで、多分ボスの道中はカットするかなと思います。というわけでまずは平和な国プープープーランドのフルーツフォレストのボス、ウィスピーウッズからいきましょう。さあやってきました、ウィスピーウッズかな。よし、さあ来ました、ウィスピーウッズ。まあ、ここはね、まだいけると、全然いけると思います。僕でも森の番人ウィスピーウッズ、さあ来いや。ちょっと危ねえ、ほら、よし。まあここはね、おお、空気砲懐かしい。あ、これいける、オッケー、ナイス。あ、痛い、ちょっと待て、やばい、これはダッシュで逃げる。オッケー、あ、疲れた。さあ、お、ゴールデンリンゴ、ほいほい、よし、第一段階、第一形態。わあ、闇のオーラをまとってさらに大きくなりました。コピー能力あるとね、あの段階で痛い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 、あ、くそ、おっと、なんでそんな闇のオーラ、痛い、あれか、ちょっと待ってよ、やばいやばい、危ねえ、なんか、おいおいおい、ちょっと待って、ゴリ押ししてた、半分食らっちゃったんだけど、これやばいよあ、でもちなみに体力縛りはしないです、だって回復しちゃうんでねはーい、うん、まあ久しぶりにやったっていうのもあるけど、まあそれにしても下手すぎますねよし、ジャマハート、そっか、ジャマハートの影響で、ああいうなんか黒い空気みたいな、空気砲みたいな飛ばしてたりしてたわけですね。はーい、さあ、次はデデデ大王いきましょう。クライマックスオブキャッスルデデデイ、フレンズ、そんなものはいらねえよと言わんばかりにね、一匹狼のカービィで突き進んでいきましょう。最近っていうか、ガードの方法をね、覚えたんで。お、来たー、めっちゃ食ってる、赤い目の、うぅ、宿敵の暴君デデデだよー。ほい、危ね、ほら、じゃあ、うち、ガードできないですよね。ミスった。今、よし。よし、第一段階。あ、しまった。じゃあ、ちょ、何当たってんの、それは。で、ムキムキになる。懐かしいな、この辺りも。OK。えいやい、やいでいで。あ、そ、お、そうか、緊急回避もできるんだこれ。あ、違う違う、それをちょっとね、有効活用していきましょう。スマブラみたいな動きができるんですね。わーい、お、お、ちゃんと2人だったらこうなってる。えい、みたい、何してんの、当たりに行ってんじゃねえよ。あ、スライディングで壊せるんだ。あー、やっぱ減るんだね。あ、違う、間違えた、何してる。えい、で、これをちょっと、うわっ、やばい、そっちは、やばい、そっちはまずい、そっちはまずい、そっちはまずい、ほら、当たった、当たったね、ほら、
よし、行くぞ。はい、オッケー。ガードと緊急回避を覚えたんでね、これでちょっとマシになるでしょう。ウィスピウッツ戦が何気に一番ひどいかも。まあ一番ってまだ2回しかやってないや。よし、はーい、出たー。この超高速クレジット、からの逆再生。そう簡単に終わるわけがない。お、よし、行くぞ。うん、周りに誰もいないけどね、フレンド。